あの最後よな。え、全部言うなよな。なんか、なんか違うこと歌ってんなって思った。はい、お弁当食べてます。私は食べました。食べた？はい、うん、血色ないからリップだけ塗っとこう、うん、こんにちは。珍しい組み合わせです。確かに一緒のチームだったことないんで。絶対ならないからね、これから先も絶対ならないだろうな。はい、何も期待したことないです。なあ、なんか例えば、うん、この前の大祖国とかでも、うん、レイさんとかは、うん、しおりさんとかは、うん、来るかも来るかもとか思ったんですけど、うん、かりんさん発表するとき何も思わなかった。かりん B2 だと思ってたから。あ、ほんまですか、うん、絶対来へんやろなと思ってました。なんか雰囲気的に、うん、2個前のチーム、小島チーム、B2、川上チーム、N、 あの時代になんか雰囲気似てるなって思ったから、あ、B2 かなって。あ、それあ、やる？あ、もうやった。早っ。早っ。え、汚染は？汚染め、あれ？あ、汚染、汚染線、えっと、お花摘み。あ、ほんとお花摘みお花摘みに行った。お花摘み、いつしたのよ。いつした？さっき汚染とした。あ、ほんやん。えー、マジ早いね。みんな仕事は優しい。先生、先生、めっちゃハロウィンじゃん。ね、もうハロウィン、え、去年でもハロウィンパーティーしようって言ってやらなかった。私が行かなかった。あ、そう、あ、メンバーで全然来てくれへんが、ふ、重なんで。めっちゃ重いんです。のこと重いって、ふ、重、全然遊びに行かないです。ふっかるの反対。あ、そういうこと、はい、意外なんだけど、ふっかる昔はふっかるでした。私なんで、なんで変わんのそれが。 SNS 始めてから変わりました。なんで？夜中まで編集するから。えらい。なるほどね、うん、えらい。だ、その時期やった、特に。あ、今は多分逆にメンバーとか家呼ぶ、うん、呼ぶぐらいになったけど、でもやっぱでき起きひんや、ドライヤーでもマジで面白い。あ、でも夢中ライブ後編の千秋楽にどうせようか迷ってますもん。夢中ライブで話してましたよね。してた、してた、ね、もうめっちゃハンダカとか DM 来て、うん、今ゆいのが話されてるよみたいな。なんて？ゆいのが話されてるよみたいな。ファンの方が DM 来て、あの日にだって2回連続ぐらいユイナの話して、うん、3回連続でした。3回か。私も見た、見た、見ました。本当に大、もうめちゃくちゃ盛り上がった。本人いなくても盛り上がったなと思ったもん。すごいことやね。すごいわ、ありがとうございます。お世話になりました、その説は。本当に面白い。いや、レコちゃんもいてほしかったもん、あのナンバラエティの日。あー、何、あの放送禁止用語。あ、見た、見た、見たよ、映像は見たよ。見た。普通に言ってて面白い、うん、もうごまかされねえだ。そこまで言ったもん、全部言った方がいいんじゃん。たなんかね、言っちゃいますね。うん、え、今までで初めてかな、あれ言った人。いや、なんか誰かいんの、おんの、お、なんか誰かいたみたいな。マジ意外とやる失敗なんだ。あれってさ、あの、うんもすれば、うんってさ、言ってんだと思ったけどさ、うん、ちゃんと言ってんだね。はい、口で。そうなんですよ。いつも。なるほどね。だから声も出ちゃったってこと？はい。なんか、いや、むずいよ。むずい。いきなり喋ってさ、口パクだけで。しかも歌詞は分かってるやん、こっちは。うん、確かに。だから、言っちゃうよね。あれはむずいわ。高度な技。確かに、あっちはやったことないからわかる。ああ、レコちゃんもやな、私もない。あんまやらないな、うん、そっち側やったことない、うん、確かに、うん、私こっち側しかない、うん、なんかそれこそ何倍の時にやった時とかは、うん、もう緊張しすぎて、うん、ひっこいこ、ひっこいこ、ひっこいこ、うん、置いていく感じやったけど、うん、なんか今自由にやっちゃってるから、うん、思ったこと言っちゃった、言っちゃったね。思ったこと言って思った。うん、メイクしてるから喋っといて。なるほどね、うん、すごい、みんな自由やね。自由、本当に。いいのかな、逆にこんなんで。ね、ね、うん、楽しんでくれてるのか。ね、ね、うん、確かに。髪伸ばしてるんですか？はい、うん、もう、どこまでですか？ここまで、どうしたんですか？なんか若干大好きなあのテヨンって知ってる、少女時代の、
その子が好きなんだけど、その子のちょっと可愛い画像を見つけて、うん、この子になりたいって思って。可愛い。そうなんや。それだけ。うん。そうなんや。レアですね。うん。あと冬になると伸ばしたくなるの。へえ。去年も長かった。うん。で暖かくなってきたら短くしたくなる。ああ。そっか。私もじゃあ切ってみようかな。なんで？切ってみようかな。なんで？暖かくなったら。暖かくなったら、そんな変わんないでしょ。おだんごなるで。まんまり。え、一番短くてどれぐらい？ここ。あ、でもあるんだ、それぐらい短くて。小2です。あ、もうずっと長いんだじゃあ。ずっと長いと。小2です。やばてんな。でもカリももうやっぱロングにはできないな。今さら。え、エクステとかも。本当だ。つけたいとも思わないですか。うん、うーん、誰かわかんないんじゃないかなって思って。いやそんなことない。なんか昔レイさんエクステつけてたじゃないですか。うん、あったっけレイちゃん。はい、あのめっちゃ切ってた時に。うん、そう。あったのよ。うん、でその時全然仲良くなくて、うん、でもやっぱ先輩とかお部屋で、うん、なんかトイレとかでステージがあって、うん、あエクステつけたんですねって言ったら、わかめいっぱい食べただけって言ってた。言ってたわ。一回だけよな、エクステつけたことある。もう3日ぐらいとかで多分あった撮ってましたよね。ワルキーの時だ。あ、そうです。で握手会かなんかでまだつけてて、そう、そうだそうだ。そう、びなんかすごい先輩って思ったもん。そうだそうだ。そう、まだそんないっぱい喋ったことあるわけじゃなかったから、なんかトイレですれ違った時に喋ろうと思って、うん、頑張った結果そんな返しされたの。かわいそうな。ああみたいな感じで、すぐ撮ってたもんな。ね、エクストエクステってやっぱエクステってやっぱからかな、顔重くなるの。顔頭か、頭、あ、重く、あ、カリなんかレイコずっとエクステつけてると思ってたから、え、これもずっとエクステだと思ってて、ね、びっくりされて、この前数日前に、そう、えって言われて、カリレイコまだ短い感覚でいた。もう地毛ですよこれが。めっちゃ伸びたよな。そうなんですよ、ボブだったのにね、うん、顎ぐらいしかなかったのに、本当にいつの間にか。もう伸びる、変態なんちゃう。でもロング好き、うん、やったね。お姉さんっぽくなる、うん、嬉しい。お姉さんになりたくて、マジで、うん、そう、うんうん、似合う。だからしかも黒髪が似合うよね。嬉しい。黒髪ロングが似合うっていうね、絶対似合わない。うそ、うん、いやいやいや、いけます。カリンやるな、うん、やるなら茶髪ロングだな。うん、でも明るいの好きです。本当、うん、いつかアイドルやめたら金髪にしたい。うわうわ、うわ楽しみ。藤岡太郎そんな興味あるか。え、見たい見たい。全然来しいの藤岡太郎。本当だよ、本当だよ。写真だけ送るわな。まず染めたことすらも分かる。うん、そうそうそう、それな。うん、私も一回金髪にしてみたい。金髪のショートにしたい。うわー、ロングじゃなくて。やば、これは。え、でもロングでなんかこういう上げ方したらなんかめっちゃお姉さんになりそうじゃん。めっちゃなりそう、お姉さんに、うん、ちょっとでもギャルっぽくならない顔。あ、それかき上げ。かき上げの方がギャルじゃない。ギャルになっちゃう。しかも髪の毛明るかったら。確かにな。やってほしい。ロングにしてる自分がもう想像つけない。昔の写真見たら想像つけない。 あ、そっか。マジレス。そうだ、マジレス返しされてる。そうだ、うん、お互いにマジレス返しされてるからね。うん、だってに属性一緒ですもんね。うん、ね、そう、ツッコみたくなる。うん、そう、最近、でもしかも最近気づきました。そう、最近気づいた。最近なんか似てるね。マジで。そうそうそう。本当にボケれない。わかります。ね。それで一回。素がボケ。そんなことないですよね。素がボケ。素がボケよ。ほんま？うん。へえ。うん。でもユイナとちょっとタイプ違くない？うん。タイプの違う。同じタイプ。タイプ一緒やないかい。どういうこと？こういうこと。こういうとこ、こういうとこ。こういうとこが。こういうとこ。うん、ずっとアイライン引いてた。どうも、出口ゆいなです。
あ、やだ、ユイナ金髪にならないで。ユイナは確かに明るいの想像つかないな。だって金髪だったら。なんで私が今上だけ着てるか分かる。顔と合うか。違う、川上レナピオンさんのスカートが全くあのかすりもせんかったわ、ホックに。あのウエストが。さすがに無理だった。もうあの、そう。あの一切無理やった。ビクトもせんかったの。いやだってピョンさんはな、ピョンさんに借りやもん。そう最初あのそうハンガーにかかってる川上レナっていうの見て、うんうん、一回固まってでもとりあえず挑戦してみようと思って、うんうんうん、そしたらねやばかったですね、衣装全く引っかからなかった。全く、はい、ああありますよね、どんまい。いや、しょうがない。しょうがない。それはしょうがない。しょうがない。割り切れる。割り切れる。割り切れる。あんた細いんだもん。どう考えても、ぴょんさん、ミルキーさん。あと、市川さん。あー、はい、無理。あの辺絶対無理です。はい、無理。あ、すごい。骨格が違うから。うん。うん、そこはみんな、みんな大丈夫。みんな大丈夫。こんな感じになってます。なるほど。めっちゃおもろい。そうなんや。絶対打つ、あの入らないでください。足だけだったらいいです。まあ絶対打ってたもんやけど入る時打つとなかった。合わないよ、はい、うん、さあ何の衣装なんでしょう。そうよ、あ衣装もそうね、うん、楽しみに楽しみに楽しみに、うん、あらシワがすごい。あ、逆です、うん、合ってたよ、シワがすごい、シワがすごい。手のシワが、手のシワ、うん、あ歌っちゃいそうになるか、わかる、ね。じゃ違う歌歌えばいい。何歌う？全然、うん、やっぱハロウィンナイト。ハロウィンナイト、みんな無理ない、カボチャが誘ってる。さて、おたたけ、星を振れ。年に一度のカーニバル。今日だけ自由なお化けたち、ハロウィンナイト。なんで知ってんだろう。ハロウィンのイベントって全然しなくない？そうなんですよ。もっと絶対握手会とかしますよね。うん、あ確かに。なんかいつもコスプレはしてるイメージ。うん、やるべき。ね。こんな楽しいのに。ハロウィンナイトの一サビだけでこんな盛り上がるのに。ハロウィンライブみたいなのあったら、ハロウィンナイトいろんなパターンで何回も歌いたいね。うんうん、めっちゃ昔それこそエムステで。うん、全員が違うコスプレ着てた。さやかさんが大優勝。大優勝しました。あれはもう、ビキニーさんもめっちゃ大優勝したよな。あれはほんまにやばかった。やばかった。ドエロ。ドエロ。ほんまに。なんかありがとう。あれは秋元先生が当ててくださったんです。そうなん？すごい。やった気がします。素晴らしい。素晴らしい。分かってらっしゃる。素晴らしい。あれは良かったな。あれは最高でした。うん、ああやっぱあの時代は楽しかったな。この前もその話しました。うん、楽しそう。話楽しかった。そう、本当に楽しかった。ミステに張り付いて、なあ、こうやって見てがしてたな。もうさ一緒に踊って。一回は絶対出てたぐらいだったからさ、うんうんうん、楽しかった。楽しかったな。確かに。皆さんも分かるよ。絶対分かりそうでもやっぱり。うんうんうん。遊び心がいいです、ね、うん、あのヘビロテのアニマルパーティーも、うん、あーもうよかったよね。私は猫、みんな猫ちゃんになるやつが好きや。あーなんか見たことある。ピンクの猫ちゃんにやるの可愛かった。あれもヘビロテやったっけ。ヘビロテ、え、あれは好き。なんか職業、人気の職業になるみたいな。 あったくない。キャビンアテンダントが似たやつ。さやかさんはなんか警察官だった気がする。あ、そうポリスみたいな。やっぱね、かわいいよね。うん、今やったら YouTuber になるやろな。でも確かに。どうやってやんの YouTuber。 もうヒカキンさんとかになるしかないじゃん。なんかもうグラサンかけて、うん、めっちゃおもろい。 YouTuber って確かにむずいな。そういうのでもライブ入れたら面白くないですか。うんうん、確かに面白い。なんかみんな違う衣装で踊る、うんうんうん、なんかこの前夢中人とかみんな違う、あ、うん、そういうのがやりたい。なんか確かにみんなで違う衣装で踊る。それぞれ違う。そうそうそう。あ、昔あれやってた
衣装ファンの方が投稿した衣装で踊ってたのランキングの、うん、やってたな。やったね一回。あれもよきき。やったかな。いやでもかぼちゃ。どうぞどうぞ。食レポしてる。かぼちゃかぼちゃハロウィンなんで。いただきます。まだハロウィンじゃない。あ、すごいちゃんと自分から向かってる。65点点数タイプ。そう、何が足りなかったですか。私の好きなかぼちゃはもっと甘みが強いですね。これはちょっとなんかあのその味付けした味、うん、でなんとごまかしてる感が出てますね。なるほど。誰でそう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 カニあれ大好きなの、かぼちゃのポテトサラダみたいな。ああいうの大好きなんだけど甘くないとダメ。あれは美味しい。確かにうまい。やばい、どこまでメイクしたかあんま覚えてない。どうしよう。そんなことあんの。顔見たらわかるじゃん。なんかカリンさんに言われるの悔しい。悔しい。マジでサイッとしようね今日は。そうですね、うん、悔しいわ、うん、でもそれエコちゃんがいてくれるから、うん、変にボケれます。ボケれるってか自由に食べれますよね。確かにそういうのあるよな、うん、人によって。確かに指摘したくなっちゃうね、どうしても。あ、そうだね。彼も人によって指摘しちゃう。ゆうみさんとかの時とかな。確かに確かに。ずっと全部が変だから、ちょっとずつ、うん、そう全部突っ込みたくなるよね、うん、我慢してるくない、うん、ちょっと、うん、そうなんです。なんかこの MC とか、うん、例えばこの漢字の読み方ちょっと違うけど、うん、でもなんか言うのもなんかあれやし、めんどくさいしな。ちょっとめんどくさいなみたいな。まあええかみたいな、伝わるし。なるんや、うん、MC とかもこれ全部突っ込んでたら進まなくなっちゃうから、うん、我慢我慢我慢スルーして、うん、でみんなは理解してるから、ファンの人たちは。確かに。でもファンの人たちもちょっとクスってしてる、うん、それがいいとこ。そうそうそう。ミミさんにガシレスしたらいい、切れられるから私。お互い嫌なよ。同じですけど。こいつにだけは言われたくないっていう対象が一緒なんやろな。多分そうやと思う。なんかイベントやってるね。ね、うん、ハロウィンのイベント、うん、やってるみたいです。じゃあ最近私が、うん、ハマってる曲、曲、はい、曲？ 2 曲。あ、1曲はちょっと豊かで、じゃあ1曲、うん、フェリー、違う、フェリーはもう過ぎた。 NMB? NMB? AKB? AKB? 絶対わからない。絶対わからない。 AKB の公演曲、うん、公演曲？歌ったことある？多分ないと思います。ないのかな、ちょっと分からへん。で AK じゃ NMB でやったことある、あのある公演、そうのどれか。青春ガールズ。あ、違います。リセット。違う。うん、やったことあるもん。カニがやったことある、ない公演から選んだらいい。ダメダメ。やるったことある。じゃあヒント、うん、ユニット。なるほどね。はい。黒い天使。ああ、でもそこらへん、そこらへん、そこらへん。恋愛禁止。ああ、正解。うわあ。やったことある。あるや。あった。恋愛禁止で恋愛錬金はその公演では錬金してた。あ、そうなんや。もういいよな。今めっちゃハマってます。ええー。うん。歌もいいのと、うん、あと3人折り面の3人の、うん。歌声がいい、もうほんま AKB って感じの。どうだった？高橋みなみさんと峯岸みなみさんと宮崎美穂さん。めちゃくちゃザ AKB の声してる、ね、すごいよ
な、めっちゃ、あ、種出してる今確認してどっちの角度でも隠れる角度を確認して確認した、種を捨てました。はい、大事、ごちそうさまでした。うん、あー、美味しそう。お腹いっぱいになりました。うん、お腹いっぱいになったよかったじゃあ終わりましょう、終わりましょう終わりましょうじゃあランキング上げます、ほら、はい、まあ、見て見て、うん、あれフィンランド、フィンランド、なんだっけ、タイじゃないわ、じゃなくて、あの行った、あ、ジャカルタ、ニュージー